中田選手がケージに入ってバッティング練習です。昨日は予定されていたシートバッティングには出ずに、腰の張り、痛みなどがあったということで練習退いたんですけれども、今日しっかりとバッティング練習に参加をしているようです。川崎さん、昨日の中田選手の登場がなかったということで少し心配されましたけれども、こうやって姿を現してくれてよかったですよね。そうですね、そこまでこう痛みがあったわけではなさそうですね、ここを見る限りではね。そうですね、いやちょっとね、その前の情報でやっぱそういうね入ってきてたんで、はい、今日バッティングどうかなとかって思ってたんですけどね、ええ、まあ、でもこうやってバッティングしてる姿を見るとね、はい、安心しましたね。そうですね、はい、15日には栗山英樹さんもこの球場に来られて談笑するシーンもありましたし、昨日は腰痛でシートバッティング回避にはなったんですけれども、立浪監督も大事を取らせたということで、今日17日からは出てこられるんじゃないかななんていうふうにおっしゃってたんですが、その通りバッティング練習の姿を見せています。今年ね、はい、中田選手がこう加入してまた一発がある、こういう強打者がね、入団したことでかなりこう期待は大きいと思いますけどね。そうですね、で、かつては打点を取ったシーズンも、はい、計3度ありましたけれども、はい、まさにそういった意味ではその得点圏で打点が稼げる選手ですから、チームにとっては、欲しかったピッチャーのところなんじゃないですか。一番そこですよね、先ほどのあのティカースにしてもそうですし、この中田、それから中島ね、はい、今回こう一発が期待できるバッター入団しましたから、そういう意味ではね本当に大きいと思いますよ、はい、ランナーためての一発っていうところはね、はい、そうするとやっぱり1点だけじゃなくて複数得点もしくは仮に入ったら、はい、展開がやっぱりガラッと変わりますし、はい、ピッチャーにしても非常に楽な展開になってきますからね、非常に今年はこういう一発が打てるバッター、この辺がやっぱポイントにはなってきそうですけどね、はい、これもまたそうそうたるメンバーという感じですね。石井拓郎さんとそれから鈴木孝則さんも、はい、この後ベイスターズ練習試合ありますから、この4人が並ぶとちょっと圧巻っていう感じがそうですね、ありますよね。川崎さんもこのメンバーと川崎さんの人を演じられたかと思いますけれども、そうですね、大体同じような年代で、そうですよね、皆さん一緒にやってたね、はい、人たちですから、よく打たれましたよねベイスターズ戦なんかの記憶というのはいかがでしょう。そうですね、もう僕はベイスターズ戦はねめちゃくちゃ弱かったんで、特にマシンガン打線の98年あたりのね、はいはい、石井拓郎、それから高野ね、首位打者も取ってるバッターですから、はい、そう簡単には抑えられないですよ。うん、とにかくね打たれた印象しかないですよね。そうですか。この辺にまたローズもいてね、はい、ローズさんまたね、母国に帰られてしまったということで、残念ながら日本で指揮を取るっていうのがまたなくなってしまったわけですけれども、はい、確かにそうそうたるメンバーだったなと。そうですね、いや当時の横浜ベイスターズですね。そうですね、今ドラゴンズの監督の、立浪さんも相当打たれてるし、はい、でも一番ね僕立浪さんで、ね、印象残ってるのは、はい、名古屋球場ドームで、はい、名古屋球場で試合やってた時に、はい、弾丸ライナー飛んできて避けれなくて、はいはい、右腕に当たってそれから登録抹消したっていう、ピッチャー返しですか。もう唯一抹消したのがあのピッチャー返しでしたね。あ、そうですか、はい、直接お会いしてそういう時の話とかっていうのはされたりするんですか。あ、それ もう過去にはしたことありますけどね。あ、そうなんですね、はい、あれは避けれなかったですね、早すぎて。あ、それぐらいドンピシャできちゃったっていう、はい、真正面に来ましたからね。あ、そういった逸話もありながら、今度はこれ中島選手が入ってきました。森さん、この例えば中田選手だったり中島選手だったりベテランの新加入選手っていうのはこのキャンプチームでどうでしょうか、雰囲気として。そうですね、やっぱり中日ドラゴンズとしてはですね、はい、一時松坂大輔が来ましたよね。そうですね、
その時と、まあ、中田が今回来た時のお客さんの雰囲気がちょっと似てるところがあるかなと。はい、やっぱりあのドラゴンズの生え抜きがやっぱり誰か一人ね、こういう人たちがいないといけないような、はい、器的なね、魅力を持った人が、そういうところ、松坂大輔が来た時のような雰囲気がちょっと感じられるようなスタンドですよね。はい、それがやっぱり結果を出してくれりゃもっと大騒ぎになるだろうけど、結果出なかった時にちょっとシュンとしてしまうかなっていうところがあるんでね、まあ、期待はしてますよ、この魅力あるバッティングにはね。はい、この中島選手も41歳ですね。気がつけばね、まあ、中島君は多分あの代打で、はい、ギブだっていう形になるでしょうし、まあ、中田がずっとスタメンで出ていられればいいですけど、怪我とか故障があった時にはまだ中島も守れるでしょうし、ね、出れることがあると思いますけどもね、はい、まあ、中島君にはやっぱり代打の切り札、右ではね、ただこの外国人のね、新しい入ってきた、はい、リカヤさんもこれだけで打ってることになると、はい、今度レフトを守るのが、はい、大島もいるし、そうですね、出ることができなくなる、まあ、監督が言ってたように、ね、ビシエドを外野で使うこともっていうことを言ってたんで、はい、そうすると打線的には面白い人がいっぱい出て打線が良くなるのかなっていう気がしますけども、そうですね、まだ二遊間が決まってないんでね、はい、二遊間2人外国人でってことを打線のことを考えたら、そういうことも、ね、登録して理性の代わりに外国人2人は二遊間ってことも考えられる打線も組めるのかなってことは思いますけどね。とにかくいろんな今選手がいて、で競争状態にあって、誰がどのポジションでまずはその自分の立ち位置を確保するのかっていうのが、これもう世代問わずといいますか、いろんな選手に今競争が起きている状態ですね。そうですね、バッティングを生かすと今度守るところがねちょっと困るっていうことが各チームはやっぱありますから。そうですね、ドラゴンズがそれでちょっと悩むんじゃないですかね。はい、まあ、それぐらい悩ましいほどに今選手としては揃っている状況にある中日ドラゴンズです。 J スポーツ野球好き中日キャンプインチャタン第4クールの3日目をお届けしています。